はようございます。今日は2023年3月2日木曜日午前7時53分を回りました。今日もね、良い天気でございます。ちょっとね、風が冷たい気がしますけどね。はい、3月に入ってね、私のスマートフォンに Google フォトの新しい機能、消しゴムマジックっていうのが追加されました。これ何かというと、写真に写り込んだ余計なものを消してくれるというね、優れものの機能でございます。昨日ね、これ2月の二十何日ぐらいからかな、追加されましたという情報があったんですけど、私はね、昨日3月に入ってから、利用することができるようになりました。はい、でもこれ一回ねやったんですよ。この前言ったね、侍ジャパンの、日向サンマリンスタジアムで撮った写真をね、この、消しゴムマジックを使って消してみたら、もう綺麗にね消えました。これすごいなと思いますね。早速ね、動画にしました。今日の午前9時に、公開する予定にしてますんでね、どうぞ、動画もねご覧ください。ただしこの消しゴムマジックという機能は、Google のサブスクリプション Google One に入っていないと利用できません。 Google One というのは有料で Google フォトのストレージを購入するというタイプのもので、私はね 100GB を、使っております。これで確認しましょうか。 Google One、 Google One どこだったかな。Google One、 パソコンで見るから Google ドライブ、 Google フォトの方でもいいのかな。はい、これ Google ドライブ、 Google フォトってありますね。これで容量、ここでクリックすると Google One に行くんですけど、私はね、ベーシック 100GB、年額2500円を使っております。はい、ですんでね、これね、年単位と月単位であるんですけど、月単位にすると、ベーシックはね、月280円、あ、250円か、で利用できる、100ギガでね。で、おすすめスタンダードが、200ギガバイトで、月380円、これ年で3800円で、プレミアムが2テラバイトで年額1万3000円で、月1300円という、料金なんですね。はい、でもね、ちょっとね、最近、スマートフォンでね、動画をバンバン撮ることが多くなったんで、ちょっとね、スタンダードかプレミアムに切り替えたいなとは思っているところで、ございますけどね。はい、ですんで、このね、消しゴムマジック、その Google One のね、サブスクリプションを、使っていないと、利用できないということなんでね。あとね、Pixel のスマートフォンを持っていると、Pixel にはね、標準で、この、機能がついてます。はい、まあ、詳しいことはね、動画でもお話をしてますんで、動画をね、見ていただければ、わかるかと思いますんで、よろしくお願い申し上げます。はい、ということで、今日はね、弟が休みなんで、まあ、2人でね、あちこち、行こうかなと思ってますんでね、また写真もね、バン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 撮って、余計なものがね、映り込んでいたら、この消しゴムマジックを使ってね、消してみたいと思います。はい、ということで、今回はこの辺で失礼します。今日もね、前を向いて明るく楽しく過ごしていきましょう。